こんばんは、平井弘明です。風です。今回リクエスト動画ですね、風の対処方法とかですね、どういう球を打ったらいいかとか、風に対してどういう攻め方をしたらいいかっていうコメントがいただいたので、その風について動画撮らせていただきます。またスキンが打つだけの動画になる。気をつけます、そうなんないように。すぐね、風吹くとね、スティンが打ってね、風関係なくしちゃうタイプだから、それだけは気をつけます。平井弘明のワンナップゴルフ。まず風の注意点としては、風って一定じゃないですよね。こう吹いたり止まったりするじゃないですか。だから風を読んでもキリがないんですよ。すごい怖い存在なんですね。で、一定に降ってる雨の方がよっぽど計算しやすいですよ。だから風が嫌だな、一番な。でももちろん打たなきゃいけないじゃないですか。尾崎直道さんがフォローで曲げるやつはバカだってよく言ってたんですけど、あ、なるほどなと思ったんですよ。風って例えば前もマネジメント動画かなんかで、風って壁ですよって言った動画があるんですよ。確かに風は壁なんで、例えば追い風、ダウンウィンドウが吹いてて、こうやって風の壁がこうやってあって、そこの中にボール打つんで、フォローって曲がりづらいんですよ。でも向かい風、アゲンストってこうやってもちろん吹いてくるんで、その壁からちょっとでも外れたらブワーって反れちゃうんですね。なんでそれが風の一番難しいところなんですよ。で、あとはもちろんまっすぐ後ろからまっすぐ向かい風だけじゃないじゃないですか。もちろん横斜めってあるんで、この打席がだいたいあのザ・ロンドのドのところをだいたい向いてるんですよ。250の看板から風がこうやって吹いてたら、1時から吹いてますっていうジャッジですよね。1時から吹いてたら1時半に打ったらボールは右に飛んでくるんですよ。それも前動画で言ったと思うんですけど、1時から吹いてるから12時50分までは左に帰ってくるんですけど、1時に250の方に1時に打ったら正面アゲンストなんで、あんまりボールって曲がんないんですよ、ストレートボール打ったら。だから自分から曲げに行かない限りはボールは返ってこないので、こういう場合は結局向かい風だったら向かい風に向かって打てば、もちろん真正面になるんで、そこから少しドローをかければターゲットに戻ってくる感じなんですよ。でも風って確かに難しいですよね。これ例えばターゲットが150ヤードだったら、向かい風吹いてたら何番を打ったらちょうどいいかとかって番手の問題になってくるんですよ。それってもうこの風の量だったらこれぐらい戻されるとかっていう、もう本当に経験談になっちゃうんですよ。なので本当決まりがないんで、例えば僕今7番ヤン持ってるんですけど、あの150のグリーンに多分ちょうどいいぐらいなんですね。で、あそこに強烈なアゲンスト吹いてて、でも本当に7番で打ってちょうどいいのかどうかっていうのは、打ってみないから風って分かんないじゃないですか。そういう場合にどうするかっていうと、スティンが打っちゃうんですよ。こういう低い球打っちゃえば風と喧嘩するっていうか、上空に球が上がらないんで、球がずっと勢いよくターゲットまで飛んでいくことができるんですよ。風の影響も受けづらいので低い球をよく打つんですけど、低い球打てない方なんかはもちろん番手を上げていただくしかないですよ。その番手の上げる何番上げたらいいかっていうのも、本当それも経験になっちゃうんで、もう本当に1回ミスをして1つ経験するっていう感じなんですよ。例えば今日向かい風吹いてたとしたら、2番手上げてショートしたら、じゃあこれぐらいの風だったら3番手上げないとグリーンまで届かないんだっていう記憶をしなきゃいけないですよ。例えばそれがフォロー、追い風だったらそれのもちろん逆をやんなきゃいけないですよ。これぐらいの風だったら何番短いクラブを持ったらグリーンまで届くようになったっていう、それも記憶しなきゃいけない。それは横風も全部そうなんですよ。なんで風というのは9割5分経験なんですよね。その経験をもちろん生かして、何回もコースに行って何回も失敗してより確実なものにしていくんですけど、そんなの嫌だって言ったらもうスティンガーしかないんですよ。スティンガーというか、もう低い球を打ってその風関係なく打ってあげるしか本当に方法としてはなくなっちゃう。ただ今のボールとクラブだったらそこまで風の影響って受けづらいので、普通に打ってもそこまでは風に負けたりとかってしないんですけど、それでもやっぱり強い風が吹くと煽られたりするんで、ボールっていうのは曲がったり飛ばなかったり飛んじゃったりってしてくるんですね。なのでそこは本当により悪天候の時にコースで出ることっていうのをおすすめします。それは練習場でもいいです。練習場でわざと風の強い日に行って、風の強いとネットが下がってて練習場閉鎖してる場合もあるんですけども、
強めの風とかですね、あとは実際コースに行ってラウンドをして河川敷なんかすごいおすすめします。冬の河川敷はめちゃくちゃ難しいですから、なんでそういう天候との勝負をするというか経験をしてゴルフを腕を磨くっていうのはすごい大切なことなので、それはもうぜひやっていただきたいポイントになります。では今回はですね、リクエストをいただきました風についてですね、動画を撮らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。